俳優の松本若菜が主演ストーンズの松村北斗が共演する t b s 系火曜ドラマ「西園寺さんは家事をしない」毎週火曜午10時の最終回が17日に放送された以下「ネタバレ」を含みます写真正体が判明した大物俳優原作は「蛍の光」などを手掛けた日浦悟氏による同名コミック「講談社」「B ラブ」連載「徹底して家事をしない主人公」「西園寺さんと」と 年下の訳ありシングルファーザーくすみと娘ルカの風変わりな同居生活を通して幸せって何家族って何を考えるハートフルラブコメディを届ける最終回はさようならとメモを残し突然姿を消したルカ倉田栄馬西園寺さん松本若菜とくすみ松村北斗は 自分たちが互いに恋心を抱いてしまったことでルカを傷つけたのではと罪の意識を感じてしまう必死にルカを探し続けるとルカは意外な場所を目指していてそしてそこで西園寺さんとクスミは思いもよらぬ人に会うことになるのだった心を通じ合わせながらも一番大切な存在であるルカのため義家族はどうあるべきなのか 何が正解なのかを考え続ける西園寺さんとくすみ話し合い、思い合い、家族を築いてきた西園寺さんたちがたどり着く答えとはというストーリーだった。家で押したるかを尾行した西園寺さんとくすみが行き着いたのは、くすみの家に家政婦の面接を受けに来た美代子、高畑敦子の家。様々な資格を持ち なんと前職は恐れ山で修行をするイタコだったという異例の経歴を持つミステリアスな女性だ。